グローバー・ワシントン・ジュニアは、ジャズ・フュージョン界を代表する、サックス奏者で、スムーズ・ジャズの父としても知られている。ニューヨーク州バッファロー出身。フュージョン界の中で、クワイエット・ストームを推進させ、スムーズ・ジャズの礎を作った人物として知られる。音楽一家の元に育ち、10歳でサックスを始める。ワーリッツァー音楽学校に進学、卒業、兵役後、フィラデルフィアに移り、 ドン・ガーナーツノトオミやジョニー・ハモンドのグループに参加した。名プロデューサーでアリシー・ティ・アイレコードのクリード・テイラーに見出され、1971年にデビューアルバムインナー・シティ・ブルースを参加のクールドレコードから発表。現在、この時期の半券はモータウンレコードが持っている。1979年にアトランティック・シティ・ジャズフィスティバルに出演し、 同じく出演していた当時無名のフュージョングループ、ピーセズ・オブ・ア・ドリームを見出した。1981年にデビューした、このグループには何度かゲスト参加している。同年、ワーナー・ミュージック系列のエレクトラレコードに遺跡、1982年、エレクトラレコードからアルバムワインライトを発表、収録曲 Just the Two of Us が大ヒットし、 グラミー賞ベスト R&B ソング賞を受賞する。なお、この曲のボーカルはビル・ウィザース。1987年にソニー系列のコロンビアレコードに移籍。1995年にはキーボーディストのラムゼ・ルイスを中心にしたグループアーバン・ナイツの立ち上げに参加する。1999年12月17日、心臓発作のため成去。56歳没。 ありがとうございます。